ハイヌーエレココヤシの花ハイヌーエレ型神話とは、世界各地に見られる、食物起源神話の形式の一つで、殺された神の死体から作物が生まれたとするものである。その名前は、ドイツの民族学者であるアードルフィエンゼンが、その典型例とした、インドネシアセラム島のベマーレ族の神話に登場する、女神の名前から命名したものである。ベマーレ族のハイヌーエレの神話は次のようなものである。 ココヤシの花から生まれたハイヌーエレという少女は、様々な宝物を代弁として排出することができた。ある時、踊りを舞いながらその宝物を村人に配ったところ、村人たちは気味悪がって、彼女を生き埋めにして殺してしまった。ハイヌーエレの父親は、掘り出した死体を切り刻んであちこちに埋めた。すると、彼女の死体からは、様々な種類の芋が発生し、 人々の主食となった。この形の神話は東南アジア、オセアニア、南北アメリカ大陸に広く分布している。それらは皆、芋類を栽培して主食としていた民族である。イエンゼンはこのような民族は原始的な作物栽培文化を持つ古栽培民と分類した。彼らの儀礼には、生贄の人間や家畜など動物をほふった後で肉の一部を皆で食べ、 残りを畑に巻く習慣があり、これは神話と儀礼等を密接に結びつける例とされた。日本神話の王月姫や捕食人、枠結びにもハイヌーエレガダの説話が見られ、東南アジアやオセアニアから伝わったものと考えられる。しかし、日本神話においては、発生したのは宝物や芋類ではなく五国である。よって、日本神話に挿入されたのは、東南アジアから一旦、 中国南方部を経由して日本に伝わった話ではないかと考えられている。三海業には中国南部にある植物心、高機微の墓の周りには穀物が自然に生じているとの記述がある。ありがとうございます。